全部ね。漫画家の友達はいないな。私いとこに漫画を描いてる人の絵を助ける人っていうんですか、後ろでアシスタント、アシスタントで、でちょうど私たちが歌ってる時にナルトの絵描いてるよみたいな、コラボ、おーすげーと思って、すごい、はい、なんかそういうことが一回ありました。今ナルトやってるとか言ってました、ね、へー、あ、お親戚に、はい、いました。これね、嘘か誠か分かんないんだよなんだそれな、噂で聞いたことがあるんだけど、はい、親戚にいるっていうので漫画家がいると、おーね、あの、はい、これ多分みやちゃん分かるかどうか分かんないけど、はい、ジャンプで出てた、はい、リーダー伝たけしと、はい、最近だったトリコ、あーすごい、の書いてたシマブっていう人がいるんですね、人がいるわけよ、はい、作者が沖縄の人なんですね、沖縄の人なんだよ、へえ、がうちの俺の親戚っていう話は聞いたことがある、なんか噂になってるんですね、そう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 、え、本人に会えないんですか。いや僕だからなんか一回もしかして、でもなんか一回なんかすれ、なんかちょっとその親戚の集まりかなんかで、はいはい、会ったり会わなかったりっていうタイミングがなんかあった、うん、みたいなんだけど、はいはい、そう、それでも結局はその、うーん、細かいところはなんか聞いてないか分かんないんだけど、へえすごい、うん、確かそうだったもんだよな、面白い、いろんなねつながりがいいですね、あるところでございます。いや漫画の話題ね、もう止まらないですね止まらないいいね、この月曜日から喋ってきても止まらないという、あ、じゃあ月曜日も毎回違うこと言ってるんですね、え、あ、同じこと言ってます、うん、あ、違いますよね、もちろん毎回全部違う話してるよ俺は、あ、また頭の回転がやっぱり早いですね、いや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 、とんでもないです、さあということで、はい、まだまだね後半戦も皆様からのメッセージお待ちしております。さあリクエスト曲かけあるかな、ありますか。さあこれは合ってるのかな、そのままで、あ、でもね俺こっちがいいな、よいしょ、喋るの夢中で検索、曲の検索をしなかったっていうね、はい、あ、すいません夢中でしたね、少々お待ちくださいね、何が出てくるかな。いやね、このアニメのすごい曲をたくさんね、やっていただいてるんですけども、創世のアクエリオン面白いですよね、はい、私アニメ見たことなかったんですけど、カラオケで友達が歌ってて、うん、あ、この歌面白いと思って、いいいいよね、やっぱり歌って何年経っても面白いものは面白いなっていうのはやっぱこの時思いましたね、はい、ということで今ね、はい、話題に出た、進撃のめいちゃんさんからいただいたリクエストなんですけども、はいはい、これがねちょっと歌い手さんが違うんですけども、曲 は、 あ、まあ、曲は一緒というところで、気になりますね、いきましょう、ムーブ創世のアクエリオン、あまりにも違うねこれアクエリオン、アクエリオン言ってるけどあ、出てきた、あ、始まったじゃあお聞きくださいませ。次ニュースね。
まだでもあれで道路交通情報あるから、その時に準備でいいか。ブランニューヘビーズのサムタイムあるかな。ない。残念ながらない。エミーさんなかった。あ、リングにかけろ、いいな。リングにかけろ。どうなんだろう。じゃあ行きます。はい、時刻は5時36分を回りました。サザンブリーズをお届けしています。ここで FM ギノワンニュースをお伝えいたします。 FM ギノワンは面白い番組を毎日24時間放送中です。 FM ギノワンのおすすめ番組や新番組、リスナープレゼントやお知らせをご紹介します。まずご紹介するのはこちら、じゃじゃん。こちら、西日本豪雨災害義援金のお知らせ。2018年7月の西日本を中心とした大規模豪雨の災害により各地で甚大な被害が発生しております。そこで FM ギノワンでは被災された方々を支援するため、 FM ギノワン支援のギノワン市民の方々にとどまらず、多くの方に広く呼びかけ、義援金を受け付けております。皆様からお預かりしました義援金はギノワン市社会福祉協議会を通じて被災地復興に活用してもらう予定です。 FM ギノワンでの西日本豪雨災害義援金の受付は、口座振込も行っております。口座番号は、1855-259 ですね。1855-259。口座名義は株式会社 FM ギノワン、またはこちらの銀行名が沖縄銀行でお願いいたします。沖縄銀行で、口座番号が1855-259で、口座名義、株式会社 FM ギノワンで、ギノワンはひらがなでございます。はい、義援金の受付9月15日土曜日までとなっております。皆様のご協力のほどよろしくお願い申し上げます。お願いいたします。続いて、続きまして、チャリティーボーリング福祉バスへストライク、こちらですね、期間が平成30年の7月1日から今始まっております。9月30日の日曜日までとなっております。場所はギノワンボールレーントゥーセントラルのマルチマチナとボールですね。参加費が1500円の2ゲーム代込み、靴代は別となっております。こちらの目的としては、市民の皆様に気軽に集える場としてチャリティーボーリングを実施します。本収益金は地域福祉団体などが使用する福祉バスの購入費用に充てていきます。こちらチケットお求めの方なんですけれども、こちらはですね、
問い合わせの方が、宜野湾市社会福祉協議会でございます。電話番号が 098-892-6525 です、もう一度言います、電話番号が 098-892-6525、 ファックス番号が 098-892-0843 です。ファックス番号は 098-892-0843 でございます。皆様の参加お待ちしております。はい、よろしくお願いします。そしてもう一つ、こちら8月11日もうあさって土曜日ですね、はい、行われます普天間産区エイサー50周年祭り in グリーンベル商店街開催のお知らせです。はい、こちらグリーンベル商店街にて19時から行われます。50周年を迎えました普天間産区のエイサー祭りでございます。出演団体、普天間産区青年会、普天間一区青年会、新庄青年会、喜友名青年会、うるま市赤野青年会とかですね、ございますの、もう50周年のイベントでございますので、もう盛大に行われるということですので、ぜひ皆さん足を運びくださいませ。8月11日土曜日19時からです。普天間産区エイサー50周年祭り in グリーンベル商店街でした。以上、FM ギノワンニュースでした。おい、エミさん、ありがとうございます。またねーって。サザエさんのエンディング曲、ミヤちゃん、アーティストみたい。アーティストだよアーティストだよ、バリバリアーティストですよ。サザンブリーズ木曜日お送りしております。はい、少しずつビーチの日もね、傾きかけてきまして、本当いい感じに、なんか日差しがいい感じになってますね。ね、あ、本当にキラキラとしてまして、はい、太陽の光がね、トロピカルビーチの海に反射して非常にね、綺麗な、風景が出てますよ、うん。まあ、風がね、でもまた強いから涼しいですよね。涼しいですよね。それほどそんなむちゃくちゃ暑いってわけじゃないからね、うん、過ごしやすいと思います。さあ、メッセージいただいておりますのでご紹介しておきましょう。今週のメッセージテーマの漫画です。ということで、大塚健二さん、リングにかけろ、はい、セイントセイヤ、車田雅美先輩でございますということで、この2つ知ってます？わかんないです。セイントセイヤは知ってるでしょ。セイントセイヤは見たことありますけど、内容はあんまりわかってないです。あ、そうか。俺もセイントセイヤで星座を覚えたね、はい、へー、そうなんですね。やっぱ勉強になってますね。星座を覚えた。これリングにかけろってボクシングのやつですか？お、知ってるね。あの、明日のジョーじゃないやつ？全然違う。あ、じゃあ真反対だな。あれもうだってもうどっちかというともうすごい必殺技をいっぱい繰り出すような、へー、感じのやつ。リングにかけろ、かっこいい、うん。
うわーって殴ったら後ろに宇宙が見えたりするって。気になる。ちょっと見てみたい。リングにかけろ。いやこれも面白いですよ、リングにかけろね。なんかおすすめ教えてほしいですね。あ、これ見た方がいいよって。いやだからもう皆さん今今日ね、さっきたくさん出してて、さっきのエミーさんのマカロニほうれん草をね、はい、大塚健二さんが少年チャンピオン連載のギャグ漫画だったかなと。うーん、入居人がとんでもない人たちのストーリーだと。うーん、いうこととか教えていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。おね、たくさん漫画の今日漫画やっぱり語れるね。語れます ね、 このね、やっぱり人によってやっぱ ね、その人によって年代が違うから見てたものも違うし、うん、ま、でもみんなが見てるやつもあるし、うん、それこそドラゴンボールとかそんなのをね、古い人ももちろん見てるし、昔ちっちゃいからのボノボノっていうほっこりしたやつは好きでした。ボノボノ、わ、ね、かります、わかるよ。なんか汗ポヨ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 って出てくる、ヒュ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 ー似てる上手ですね。あれでしょ、はい、リス、リシマリスくんとか言いますよね。そうそうそう、シマリスくん似てる、声似てますね。ボノボノがいた、わーっていうやつでしょ。あのちょっと反応が遅い感じですよね。そうそうそう、あ、好きでしたね。あの緩い感じが懐かしいな。はあ、いやいやいや、まだまだね語り尽くさないと思いますので、明日も同じテーマでお送りしますので、ぜひぜひ皆さん送ってくださいませ。よろしくお願いいたしますね。お願いします。はい、さあそれではこの後は天気道路交通情報いきたいと思います。さあそれでは宜野湾周辺のお天気道路交通情報をお届けいたしましょう。まず今夜9日のお天気、北の風晴れ、波 1.5 メートル、うねりを伴います。降水確率 0%、 雨の心配なさそうですね。そして明日10日はですね、北の風後やや強く晴れ、時々曇りです。降水確率 10% から 20%、朝最低気温28度、日中最高気温が32度となっております。明日まではね、そんな雨の心配はなさそうというところなんですけども、さあ11日、週末でございますけども、こちら曇り時々雨となってますね。降水確率 70%。 いやーどうなるか、台風14号が出ておりますのでね、向こう1週間湿った空気の影響で周りの曇りの日が多く、雨の降る日が多くなるということになっております。さあ週末もね、台風近づいてきますので、皆さん、台風対策の方をしっかりとしておいてください。よろしくお願いします。以上お天気でした。続いて道路交通情報を参ります。さあ、現在の宜野湾市周辺の一般道をお届けしましょう。やっぱさすがだ、甲子園やってるからだ、渋滞が本当にない。これはびっくりする。この一般道でこんなに渋滞がないことはもう見たことがない。この夕方の帰宅ラッシュの間に今ほとんどない渋滞が、甲子園パワーすごい。今ならスムーズに皆さん帰宅できますよ。続いて沖縄自動車道行きましょう。はい、こちら沖縄自動車道、沖縄道上り高知バス停付近故障車止まっております。沖縄道上り高知バス停付近故障車止まっております。続いて沖縄道上り西原ジャンクション付近に、こちらも故障車止まっております。沖縄道上り西原ジャンクション付近故障車止まっておりますので、皆様この辺り通る際に、十分に前方に注意して運転の方をお願いいたします。以上道路交通情報でした。
はい、今日の私ミヤちゃんの即興速攻ソングをお届けしたいと思います。いや今日はね漫画ということで、はい、ちょっとねすげえぬめって入ったねタイトルコールじゃなかったね叫べなかった今なんかさらっと入っちゃいましたね。ミヤちゃんの速攻即興ソング、速攻即興ソング歌います。いきましょう。このコーナーは、この今日の一日の放送を振り返りまして、ミヤちゃんがですね、オリジナルの曲、そして歌詞を速攻で作り上げるというコーナーとなっております。まあ、今日の1時間のハイライトですね。ハイライトですね。はい。はい、ご準備よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、ではお願いします。どうぞ。聞いてください。今日は漫画ということで、ちょっと漫画にありがとうっていう気持ちも込めて作りました。青い空が浮かれて海まで踊り出す、あなたが漫画に夢中なら私も歌い出すよ。青い空が浮かれて海まで踊り出す、あなたが漫画に夢中なら私も歌い出すよ。初めての一歩はどこにでも転がっている、さりげなく手を差し出してくれていたんだね、ありがとう。空が浮かれて海まで踊り出す、あなたが漫画に夢中なら私も歌い出すよ。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日なんかまともに歌いましたね。今日ワードどっか入ってました？漫画って入れました。はいもうピンポイントでした今回は。あれ今日のハイライトじゃないのただ歌いたいだけになってました、ね、漫画入れただけじゃって漫画、この青い空が浮かれて、はい、なるほどね、海も踊り出して、あなたが漫画に夢中なら私は歌い出すっていう、今言っただけではね私そうです、そのままです。もうそのままストレートに伝えていこうかなと今日は思いました。あ、まあ、そうね、僕も気づきましたけど、大塚健二さんが初めの一歩入ってましたよって、はい、おっいや、ね、すごい聞いてます ね。ただ今日の1時間初めの一歩の話題してないと思うんだけどあれ別にしてないか、初めの一歩話題してたらあれだけどどうしましょうじゃちょっと もう一回頑張って曲ちょっと作り直します。でもこの曲めっちゃ今気に入ってます。こんな厳しいこと言って申し訳ないっすいや厳しさ大アーティストさんに厳しいこと言って申し訳ないっす。もう10年前なんて全然アーティスト風です。私ありがとうございました。いやいやでもね即興にね、はい、毎日楽しいですね。今から話題にしたらいいよってありがとう、優しい。え、初めの一歩は読んでたの？いや読んでないんですよ。おいダメだ、初めの一歩読んでないんだって。読んでない、もうなんか読みたいのいっぱい出てきましたね今日。セイントセイヤから、そうね、ほうれん草からたくさんね皆さん今日、はい、いろいろ送っていただきましてありがとうございます。ありがとうございました。こちら、はいはいはい、あ、メールでもいただきまして、はい、ラジオネーム北野リスさん、はい、こんにちは。こんにちは。リクエスト、ミヤちゃんさんの歌をうにげーさびら。ああ、もうお送りしましたよ。またね、これ、毎週、あの、ミヤちゃんのこの歌っていうのはね、はい、お送りしますんで、あ、まあ、毎週、ミヤちゃんが登場する回、ね、はい、はい、2週に1回でございますけども、お送りしますので、またお楽しみにしてくださいませ。ちゃんとね、皆さんからメッセージいただきましたら、それを歌詞にすると。
ということでやっておりますので、いいね、はい、よろしくお願いいたします。はい、皆さん1週間、ありがとうございました。まだね、明日もサザンブリーズもちろん金曜日ありますよ、同じメッセージテーマ漫画でございますので、皆さんもね、明日もまたメッセージお願いしますね。今日思いつかなかっても明日思いつくことありますからね、ぜひ送ってください、よろしくお願いしま す, お願いします。さあ、高難の試合どうなったかな、気になるな。まだやってますかね。やってるかな、いいとこじゃないですか、終わってからチェックしよう。はい、はい、皆さん目は甲子園でも、耳は FM 技能は聞いてくださいませ。よろしくお願いいたします。この後は空豆ラジオをお送りいたしますので、ぜひお聞きください。そちらもメッセージどうぞよろしくお願いいたしますね。お願いします。はい、というわけでございまして、本日のお相手、私東克明と、はい、南部マンゴーパーティーズのミヤチャーでした。おい、皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。週末台風来ますので、本当に皆さんね、お気をつけくださいませ。よろしくお願いいたします、はい、それではまた来週、さよなら。さよなら。はい、皆さんありがとうございました。初めの一歩。まだ試合中、試合中。あ、よし、よかったよかった。まだ見れるね。何回戦かなって、9回ぐらいですかね。もう9回だったら最後だ。ありがとうございました。今から話題にしたらいいよ。優しい。それでも初めの一歩漫画だと思って入れたわけ？いや、関係なく。初めの一歩は漫画から入ることもあるよねっていう話です、私の中で。あ、だからその初めの一歩って漫画あるけど、それを関係なく入れたってことね。あ、そういうことだよね、やっぱり。はい、やっぱりね。皆さんありがとうございます。ヤスさんもね、ありがとうございます。お疲れ様でございました。はい、ではまた明日。